はですね、このスパーツですね、これだけだとそれこそタケが言ったように走れるし、うん、じゃあアキナが言ったようにすっごく踊りやすいんですけど、うん、私はこのね、それをあのこの上の部ですね、はい、上着をですね、こういう風にちょっと、あ、ここだけここで止めちゃってジップをね、本当は全部閉まるんですね、ダブルジップの遊びをしてるんですよ、全部閉まるんですけど今けれどもでも私は着こなし的にここまで上げちゃって、おちょっとここ開けて着てファッションっぽくやるっていう、いいね、ちょっとそういう着こなし方をしちゃったので、ね、全然このまま帰れるもんね、みかこ帰りたい、ね、いいかなちょっといいですか、いいですか、じゃあさっきもこのまま帰りたいです、ね、だよね、だよね、さっきもそういう風になんかこう動きやすいんだけど、うん、ファッションは絶対重視してちょっと着こなしてみました、うん、そうですね、ひなもね、上下 で、はい、でそうです、私も上がフォーモーションの方のやつなんですけど、うん、すごい体にフィットしてラインが綺麗に見えるんですけど、ね、伸縮性がねめちゃめちゃあるから、うん、ダンスでもできない動きが何もなくてすごく使いやすいんですけど、今日はちょっと髪の毛のヘアアクセを同じ色のやつつけて、はい、下がオリジナルのパンツでちょっとファッション性高めのコーディネートをしてみました。アキナさんだったら自分らしく輝く瞬間はどのような瞬間を投稿しますか、うん、やっぱりダンススタジオでなんか鏡のねセルフィーを撮って、うんうん、えマイプロモーションみたいなねキャプションをねつけていい汗をかいて、ね、そういう写真をね載せたいと思います。よくねアキナは一人であのダンススタジオ入って踊ったりもしてる、ね、うん、そうだね、そういう時がいいと思いますぜひ見たいですね。さあそしてタキさんはいかがですか。へー、アキナはダンスだったら、うん、私朝で自転車乗るから、うん、その動画かなって思ってる。どうですか。最近ねめっちゃハマってるからね。そうですよ、サイクリングするんで。そうですよ、ちょうどいいじゃないこれで。めちゃくちゃいいですよ、すごい目立ちますね、かわいい。コートだけちょっと寒い。あ、そうですね、寒い。さっき言ったようにね、あの車にも危なくないですけど夜で安全面も夜でもいいですしね、大丈夫、完璧ですね。ナインティナインはですね、配信自体も3月の17日なので、あの今日が本当に初披露、はい、初公開となっているので、本当にこの日のためにあの準備をしてきた楽曲なので、はい、楽曲の内容についてはすごくあの愛の根源であったりとか、あの自分の中にこうあるいろんな感情、いろんなところから来る愛を、私たちなりに、描いていまして、あの初めてここまで深い愛というか、かなりこうちょっと言ったらあれですけどドロッとしたと言いますかちょっと自分の中のドロドロした感情であったりとかをこう素直に表現している曲なので、こうね、女性らしさというか、うん、私たちらしさで、表現していけたらなと思っているので、本当にあのそれもあってちょっと緊張してるんですよね。皆さんにどうやって受け取ってもらえるのかっていうのを楽しみにしてます。